リアとキリアの30年クッキング。今日は特製甘口ブラックカレーを作るぞ。レッツクッキンタイム。好きな具材を自由に切って鍋で炒め、水を適量入れたら沸騰させる。しばらく経ってからルーを投入すると、最後にプリニーが30年間不眠不休で鍋をかき混ぜながら煮込めば完成だ。弱火でじっくりコトコトするのがコツだぞ。違う意味でブラックですぴょん。そして出来上がったものがこちらの特製甘口ブラックカレーだ。すべてのプリニーに感謝して味わうがいい。次回のプリニークッキングは活火山麻婆カレーの作り方ですぴょん。心の料理調理完了ですぴょん。さあウサリアさん、キリア様のカレーができましたわよ。